駅園系駅構内の様子駅名標、吉野ヶ里公園駅は、佐賀県神崎郡吉野ヶ里町吉田にある、九州旅客鉄道長崎本線の駅である。駅番号は、JH05。旧三田川町の中心駅で、駅名も開業当初は、三田川駅を名乗っていたが、1980年代後半、以降発掘が進んだ、吉野ヶ里遺跡の最寄り駅となったことから、 1993年に現役名に改称された。普通列車のみが停車する駅であったが、2011年3月12日のダイヤ改正より特急、緑、ハウステンボスが一応往復停車するようになった。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ、地上駅で、京上駅舎を備えるホームは817軽電車に、 対応して2両分が重上げされており、段差なしで乗降できる。エレベーターは改札内1基、改札外に北口、南口各1基、計算機設置されている。短式ホームには設置されていないが、自動ドアが設置されており、身体障害者はインターホンで駅員を呼び出すことにより、ホームとホーム外を行き来できる。JR 九州サービスサポートが駅業務を行う。 業務委託駅で窓口や自動券売機が設置されている。守護課の利用が可能であるが、カード販売は行わず、チャージのみ取扱いを行う。2019年度の1日平均乗車人員は1298人である。駅前に商店がある。住宅が多い。三田川駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。